バルチースキー駅は、ロシア連邦のサンクトペテルブルクにおける5つのターミナル駅の一つである。近郊列車主体の駅で運行本数が多いため、ロシアでは旅客数が多い駅の一つとなっている。1857年7月21日にペテルゴフ駅として開業した。駅舎はパリ東駅をモデルに設計された。 皇族がペテルゴフの宮殿に向かう際に使われたため、皇族専用の待合室があった。1872年にはタリンまで鉄道が延伸され、現在の駅名に改称された。1931から32年にかけて駅舎の改造が行われ、メインホールの中にあったプラットフォームが屋外に移設された。1955年には駅の近くに、 サンクトペテルブルク地下鉄1号線のバルチースカヤ駅が開業した。2009年にはハイブリッド車両の DT1 型の初運転がバルチースキー駅で行われた。開業時の駅舎が現役である。メインホールは天窓のある屋根で覆われており、明るい空間となっている。両端の建物は2階建てである。側面の増築部分には飲食店が多数。 入居しており大勢の人で賑わっている。プラットフォームには屋根がない。サンクトペテルブルク近郊に向かうエレクトリー地下 DT1 型車両。ありがとうございます。